なあ、ルアさんはね、強いんだけど、めちゃくちゃ。コアの初期の頃は、なんかルアさん、デュオ勢上がりだったから、クイーン経験がなく、コア超メンバー強くね、みたいになったけど、クイーンの経験浅くて、KW 最初の月18位だっけな、20位だっけな、なんか最下位取って、絶望を見たけど、まあ、このルアさん、ズバラさんなら分かるけど、あの、月下のルア。うん。で、まあ、ルアさんは強いっす、一旦とりあえず。ちょっとあのボレボレぐらい問題児だけど、ルアさん S で。いや、僕その時いなかったから。カプラさん、この時まだいないから、時期かぶってない。でもやったことはあるよ、AK の時に。ルアさん、強くない普通に。そんなことない。強い。強いよね。ゲリラの王やってる、その時。パクミも、パクミも僕 S でいいかなと思うけど、パクミ強いし、最近サボってるけど、こうや。この子、このね、一番最初の時はマジで強かった。今、ゼノがやる気とかどうとかなんかあるかもしれないけど、ゼノ強いって言っても匠強いし。ないね。やったことないし、あんま分かんないけれども、当時は、こうのメンバーいかつってなってた記憶あるから、全然 S でいいと思う。シノンさん B で。はい、シノンさん B で。一応2回コアに入って、2回とも、なんか僕ら僕とボルさん怒ってないのに、俺のこと除隊にしてくれっつって泣きながら、除隊をお願いしてきた。鬼メンヘラです、シノンさんは。それも踏まえて、ちょっとメンタルの弱さ踏まえて B で。異論はないです。ボルボレーはな、いやでも別に荒野だけで言ったら、うん、S でいいと思うけど、そう、荒野はうまい、実際ちょっとなんか Twitter の使い方とか下手くそなだけで、荒野だけでも見るとね、うまいっすよ、やっぱさすが元リーダー。絶対 S でいいと思う、これはね。まあ頭おかしいけど、イカれてるけどね、マジで。6で1でいいんじゃない。やばい、だって今もやってんだよ。なんかちょっと4とかになっそうし、4とかに送り入れとこ。4に入れといてください、いやいやいや、ここ。いやいやいや、ここ4に入れといてください。そこ2ね。4です、4。だったら2人で2行こう。いや、2人で4、締めよう。あった。じゃあ、カブラさんは全然4じゃないけどね、ちなみに。うん。ノアさん。いや、僕2かな、ノアさん。2か3。2か3。1ではない。2、3寄りの2、2寄りの3、どっちか。2やね。うまかったしな。うん。ノアさんもちょっとメンヘラすぎて、波激しいんだよな。頭のおかしい人ではあった。おや、うまいけど、普通の頭がおかしい人。この時期、ノアさん入ってたのに結構楽だったよね。なんか喋れないメンバー多かったから、喋れるメンバーポンと入ったの。いや、僕はもういた、入ったら。ああ、マジで楽だったよ。喋れないメンバーだらけで、俺さん動画で2人できちいなと思ったら、ノアさん、カピバラさん入って、超楽になったわ。いや、コア強くなったのそんぐらいからやしな。次行こう。エラさんは、まあ殿堂入りなんで、やっぱ、あれかな。エラさんか。10ぐらいで言いたいけど、僕は。まあ、エラさん、コア時代は、ちょっと殿堂、じゃあエラさんちょっと本当に殿堂入りしてる。エラさん10で。マジで沼ってた。いやでも、10のエラさんと、まあ3か2ぐらいのエラさんいたな。FFL3 連携をした時とかは、エラさん強かったし。あの時は1じゃない。1か？でも、その1回1を見ただけで、それ以外結構10だった気がするけど。まあまあまあ。じゃあエラさん10で、これコメ欄あります。エラさん本人にもこのリンク送るわ、僕。あり。もうむずくないこの辺から。フリーズさんも超波激しかった人だから。そうだね。やっぱ僕らと7で4になるんじゃないか。3-4の間ぐらいな気がするけど僕は。うん、でも4-4かな。でもいいし、どっちでもいいかな。うん、3-4かな。まあ間ぐらい。多分やってた期間短すぎて、これでいい気がするな。あのだって僕らコア時代5、3聞いたじゃん。エラさん、フリーズさん、マルコっていう。いつ抜けたっけ？コアガールできたぐらい。冬ぐらい？できた後じゃない？じゃない？多分ね。なんで抜けたか忘れたやん。うん、僕も。
ったらマルコ2と3の間かなぐらいの感覚、僕は。やっぱあいつのおかげで1回目チャンプ優勝したのもあるし、ってなると2か。2だね。2か。マルコは実際強かった過去形。あと FFL でもやばいキャリーしたよな。あのドナのところで俺は負けねえとか言って振り向いて。マルコはやっぱ輝いたな、だいぶ。でも女できて変わっちまった。これ以上は深く言えません。最近でも調子良さそうだし。確かにノービス入ってからなんか結構キルしてるよね。うん。ここね、あれなんよな。ラクシルさん抜けいるときさ、大してなんかそんな強えなと思ってなかったけど、抜けた後になんか喋ったよね。やっぱラクシルさんってめっちゃ強かったくねみたいな。記憶ない？ある。だから僕ラクシルさん1かなと思うけど。全然1でいい。うん。ちょっと、気持ち悪かったけど、強かったかな。試合中にお兄ちゃんとか言ってくる。確かに。ノアさんとラクシルさんね。頭おかしい組。気持ち悪い。強かったね。エイムがめっちゃ良かった。ガレナチさんそれで言うと3なのかな、こう並べた時に。うん、強いんだけど弱くもない。でもなんか面減らすぎてシノンさんの上位互換みたいな。レッツさんよく分からんかったな。そうね、ミステリアスな人やった。そう、謎多き人物って感じ。でも皇帝と喧嘩してんのマジおもろかったわ。ガレナチさん3で、あ、1で。うん、これはいいでしょ。飛ばしてもいいんじゃない。うん、皇帝1はね、もう、聞かなくても分かるでしょ。顔出してってぐらいかな。うん、そうやね。皇帝顔出して早く。皇帝のお母さん、お父さんもお願いします、皇帝の顔出し。まあ、これもいいや。ここも1でしょ。うん、これもいい。フローラ頑張って。ここ2かな。メープルさんもやっぱマルコと一緒で、メープルさんのおかげでまあ優勝できたチャンピオンシップ。マジでチャンピオンシップ強かった。一回なんかコアの仮入隊来て、やっぱやめますってゼノ行って、ミニゲさんにボロカスに言われてゼノやめますってメンヘラ起こしてコアに逃げて帰ってきたけど、コアでは強かったな。強かったね。うん、強かった。カプラさんどっち？多分2択なんだと思う。マーバイさん1でもいいけど。僕も、いや、最近は1だではあるけど、うん、なんかその結果、実績、結果、チーム内の結果を見ると、1のメンツに並べるかっていう。マジで最近でも強いから。最近は強い。まあ、エト1でいいか。エトのおかげで SG 優勝できたし。うん。だね、エト1で。もともと1やからね、絶対に。そうね、ちょっとなんか、人も、あれか、ちょっと、メンヘラ気質はあるけど、慣れもあるしな。最近ネタは強い。マルの穴埋め頑張って、と、マジで。ぐらいや、穴埋めでそうな。どこ、カピバラさんは。まだ2じゃない？ 2、3 の間かなって僕は思ってた。やっぱ1のメンツ見るとさ、コアの時のメンバー強くね。強いんよ。だよね、強いよな。いや、まあ、いや、ラキやっぱ3じゃない？ノアさん、マルコ、メープルさんと比べると3な気するけど、そんなことない。去年強かったけどね、入りたての時。最近はなんかだんだん落ちてきてまた上がってきてみたいな。なんかトレイダースやっぱ3じゃん、波があるっていうのは。なんかラキ3で、去年入った瞬間1やったのにな。マジでトップラキの時とかマジ強かったのに。ラッキー3で。1じゃない？ノエルさん1でしょ、さすがに。さすがに強いよ。チャンプ優勝したノエルさんのおかげやし。どう考えたら。いや、強いな。でも、メンツ、こう見ると、こうやって並べると。CT 言うならカピバラさん1でしょ。ぐらいやわ。でも、2人で1入ってもいいけどね。いやでも、やっぱフリーズさん一人じゃ寂しがるから、僕らいないといけん。シノンさん5なの、いいな。強いです。あとは、あれか、伝説の男か。なんかいたっけ？うん、いないっすよね。これで多分、コアからの歴代、初期からの歴代メンバーは多分全員いるはず。多分誰も忘れてないでしょ。記憶が抹消されてない限り。なんかいた気もするけど、まあ、のせいでしょ。こう見ると、でも、まあ、やっぱコア強かったんやな、メンツ。なんかこうやって改めてメンバー並べることないから、
あれだわ。懐かしい人が多いわ。